はい、今回はですね、金のガシャドクロがいる隠しダンジョンがあるらしいんですけど、そこに行ってみようかなと思います。で、この隠しダンジョン行くためにはですね、本家と元祖両方 のゲームソフトがないといけないんですけど、4680円で近場のゲーム屋さんで買ってきました。決して安くはなかったんですけど、まあ隠しダンジョン行くためなんでね、まあしょうがないかな。じゃあ早速、もっと早く行けばよかったんですけどね、この金のガシャドクロのダンジョンで。なんかこのおじさんに話しかけるとなんか行けるらしいんですけど、なんじゃ意味ありげにここに立っているように見えるだろうが何にもないぞ。そう、これね、前回っていうか結構前にストーリーを進めてる時にこのおっさんに話しかけてね、こう言われたんで、あ、何にもないんだと思って通り過ぎたんですけど、そんなことがなかったんですよね。そうそう、と思わせつつの、君にはこれをあげよう。どこで使えるかは絶対に教えないぞ。廃屋の鍵を手に入れた。で、ここの中に入れるらしいんですけど、お、こうなってんだ。あ、大量って書いてある。ちょっとセーブしていきますかね。よし、行こう。あ、これで行くのか。ここでいつも待ってるから安心して進むペロン。あれ、あ、違うか、こっちか、こっち、こっちだな。あ、こうなってんだ。なんか妖怪とかいるのかな。お、いるね、妖怪。あ、お前ここにいたのか。初めて見たよ。お、中経験値玉。なんかちょっと迷路みたいになってんな。お、お前は人任せなんとかってやつ。よく通信対戦でよく出てくるやつだな。あ、落ちちゃった。え、これどうなってんの？ちょっとよくわかんないんだけど、このダンジョン。お、深い漢方を手に入れた。妖怪はそんなに変わらないですかね。行き止まりだな。ん？ちょっと待って、これ戻れないんだけど。あれ？あれ？どう行けばいいんだ、これ。あれ？行き止まりなんだけど。あ、ここ行けるな。びっくりした。さて、ちょっと戻ることができないんで先に進むしかないみたいなんだけど、これどっち行けばいいんだよ、これ。違うな。あ、降りいいのか、いいのか。お、なんか出てきた。なんだろう、これ別にレアな妖怪じゃないよね。めんどくせえな、来んなよ。おし、よしよしよし。宝箱。くじ引き券10個、すげえ。引き放題じゃん。でもね、僕ね、川島商店で一等賞出してしまったんですよね、もうすでに。こっちか、こっち行けるな。お、戻ってこれた。あやかし通り4号線って言うんだね、ここの場所は。ここは降りれないか。お、これは、前作の妖怪ウォッチではこれレアな妖怪だったんですけど、何かな、これ。ちょっと戦ってみますね。しどろもどろだっけ？あ、そうかそうか、そういう名前だったんだ。こんなとこにいたのか。しかも結構弱いな。よっしー。お、あー、お前じゃねえんだよ。大蛇の壺か。まあ一応仲間になるか。大蛇の
そっかそっか、初めて見たけどな、この妖怪。なんかここのダンジョンにしか出ない妖怪とか、なんかいそうですね。お、宝箱。黄色コインのかけら。金のガシャドクロがいるはずなんだけど、これ結構迷うな、これ。どっち行けばいいんだ、これ。お、こっちは行き止まり？さあ、これいけないか。ちょっと待って、どうすればいいんだこれ。こっちはどうなってるんだろう。あ、行き止まりか。運命の指輪を手に入れた。これ降りることはできないんだよな。できないな。早く金のガシャドクロを会いたいんだけど、どこにいるんだろう。お、これ玉将王、玉将王っていう妖怪だっけ。よし、降りよう。お、今度はまた違う場所に出た。水星の腕輪か。なんかいろんな妖怪いるな、本当に。ちょっとこれちょっと迷いますね。どっち行けばいいんだろう。お、なんか出た。あ、レアな妖怪じゃないね、別に。こっちには進めないようだ。違うのか。戻ろう。どうなってんだ、これ。どうすればいいんだろう。あやかし通り6号線。迷うな、これは。めっちゃ迷路になってんじゃん。お、なんか違うな。金のガシャドクロに近づいているのか、遠くなってるのか。どうなってんだ、こりゃ。ここはあれですね、渚木漁港か。お、アイテムがある。極上マグロ。極上マグロ買うと高いんですよね。1万6千とか。前作の妖怪ウォッチとかね、まあ結構99万とかすぐに集まったんですけど、今回なんか結構、あ、同格。あ、ちょっとこれ、会いたかったんですよ。あの、同格はね、金閣にすることができますよね。で、僕ね、プラチナインゴットを持ってるんで、銅閣がいればあのプラチナ閣にすることができるんですよね。確か牛乳が好きだったんだよな、銅閣って。牛乳だ、そうだそうそうそう、牛乳。シャレコ夫人もいるじゃん。そっかそっか、同格ってここにいたのか。お、経験値も結構もらえるな。仲間にならんか。まあいいや、仲間にするのはまた今度にしよう。同格。星雲のお守りを手に入れた。よし。あのね、持ってるんですよ、プラチナインゴット。これ。ね、ただ金閣がいないと合成ができないんで、で金閣をゲットするためにはあの銅閣が必要なんですよね。うわー、なんかいた、なんかいた。何これ。え、こんな妖怪いたんだ。初めて見るんだけど、なんだろうこれ。なんかバカ頭巾の
ね、なんか豪華版みたいな。お、銀閣いるじゃんっていうか、銀閣やっぱ牛乳か。うわー倒しちゃった。何やんだよもう。あーダメだ。ザンバラと、これも初めて見たな。お、大経験値玉すげえな。アイテムで出るんだ。仲間にならんか。これは迷子になるな。これは赤なめか。これは珍しくともなんともないんですけど。あ、行き止まり。金のこけし。戻ろう。行き止まりだった。さてと、お、これはなんだ？カッ、あ、カイマじゃん、これ。カイマに取り憑かれたカッパだ。さてと、これもカイマに取り憑かれたカッ、赤なめがいる。こっち行き止まりか。迷うな、このダンジョン。どっち行けばいいのかよ、わけわかんなくなってきた。こっちはさっき行ったっけ？行ってないな。紫コインのかけらを手に入れた。そうそう、最近ね、妖怪ガシャ回せてないんですよね。ガシャコインがないから。かけらばっかで全然集まんねえな。まあ一応、4枚持ってるんですけどね。さてと、こっちじゃなかったんで戻りますか。ゴーゴージャンクス、ジャンクション。お、銀閣。また今度来た時に仲間にしよう、銀閣は。まあ、またこんな感じか。どこまで続いてんだ、これ。ちょっとよくわかんねえな、これ。お、超経験値玉。ジメリンボかなこれ。おお、来た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 。会いたかったよお前に。え、ちょっと待って、いきなりバトルになるの。ガシャドクロ G か。ああ、ガシャドクロ G って言うんだ。金のガシャドクロだと思ったんだけど違うんだ。さあ、じゃあ戦っていくか。おお、どうな、おお、なんか来る、なんか来る。あ、黒カプセル。何、味方が行動不能。お払い。あ、ちょっと待って、ガシャドクロ回すの、ガシャ回すの早すぎだって。おお、味方が回復。え、そんなのあるんだ。そんなのあるんだ。よしよしよし、弱点。じゃあ、つい最近仲間にしたお肉い、技を見るのは初めて。どんな技使うんだろう。あ、そっちの方が早いか。あ、丸飲み。あ、技は命取りと全く同じじゃん。さあ、これはですね、僕のリスナーさんからもらった土蜘蛛。かっこいいね、土蜘蛛。よし。しかも大釜もいるんですよね。この大釜は僕の自前のやつです。僕のソフトは本家なんで。あ、次は何来るんだ。おにぎり。ガシャドクロ G が回復。
よし、半分まで削った。黒カプセル、味方が行動不能になる。あー、それちょっとうざったいな、もう。あー、くそ、絆創膏。爆弾そんなのあるんだ。うわー、食らった何やってんだお前は。よし、じゃあ今のうちに。絆創膏結構硬いな。よし、お、さすらい玉、経験値玉か。おお、結構食らう。なんだなんだなんだ。おにぎり、ガシャドクロ G が回復。よし、倒した。そんなに強くはなかったけど、何かこのガシャドクロ G を倒すと何か起こるはずだと思うんですけど、なんかで見たんですけどね、あやかしコイン、あやかしコイン、おお、倒した倒した。あ、そうかそうか、妖怪ガシャを回せるんだ、これで。さっきのあやかしコインで。回してみるか。特別なガシャで使用できるコイン。怪しい雰囲気に包まれている。回してみよう。お、赤。プラチナこけしを手に入れた。あららららら、あらららら、あらららら。あららら、あ、もうない、コインが。そうか、これってもしかして1日1回バトルみたいな感じかな。あららららら、ら、なるほど、そういうことか、ちょっとね、僕の調査が足りないんですけど、多分1日1回このガシャドクロ G と戦うことができて、で、一日一回このガシャドクロが、ガシャドクロじゃねえや、この妖怪ガシャが回せると思うんですけど、で、結構レアな妖怪とか手に入るんじゃないかな。このガシャでしか手に入らないものとか、アイテムとか妖怪とかいるんじゃないですかね。ああ、もうやることがないからもう帰るしかないのか。なるほど、こんな感じになってるんですね。で、行き止まりなんで、もうこれ、帰るしかないんだ。そっかそっか、そういう、こういう感じになってんのか。ちょっともう一回いけないかな。あ、いけるじゃん。いけるけど、多分、きっと出てこないんでしょうね。これは弁慶か。なるほど、なるほど。弁慶ってさ、初めて見るな。もちろん前作の妖怪ウォッチだったらね、弁慶確か氷炭駅博物館にいたんですけど、今回の妖怪ウォッチ本家元祖で全然見ないんですよね。ここにいたんだ。人任せなんとかっていうやつはね、確かどっかにいたんですけどね。これね、通信対戦で出してくる人いるんですよね。で、結構鬱陶しいし、こいつ。さて、あー、またいるね。なるほど。ということで、まあ今日はね、これ以上やっても何も特別なことが起こりそうにないんで、今回の動画はね、ここで終わりたいなと思います。またこのガシャドクロ G の動画はまた上げるかもしれませんね。はい、ご視聴ありがとうございました。